こんにちは、ゆうじです。皆さんお久しぶりです。だいぶ投稿頻度遅れてますね。ちょっとですね、今回から新しい企画をやりたいと思っております。私自身ですね、沖縄にですね実際に行って沖縄のですね旅行動画などをですね今回上げていこうかなと思ったのですが、まあ仕事の方が忙しくなかなか行けずですね、もう約沖縄に行かず1年以上が経っているというですね感じにはなっておりますんでね、こんな時こそですね、地元は福岡でですね美味しい料理屋さん、沖縄料理ですね、空いたのをですね食べれるお店っていうのをですね、ちょっとシリーズ化してやっていきたいと思いますんで、本日もよろしくお願いいたします。はい、では今回からですね新しいシリーズ、福岡でおすすめする沖縄料理屋さん、今回第1弾にふさわしいお店、今月9月の7日にオープンしたてのですね、福岡は天神地区にある琉球タコスっていうお店をですね今回ご紹介させていただきたいと思います。では早速ですね店内の方に入っていきたいと思います。まず店内に入るとですね、上の方にですねちょっと見てはわかるとは思いますけれども、大きなですね釣り看板、まあなんかライトか何かがついている釣り看板でタコスと書いてあるようなですね、とても印象的な感じですね。で店内奥の方ですね、左手がカウンターにはなってですね、カウンターの横をずっと過ぎていきますと奥の方にはですねテーブルが2席、そしてですね4人掛けのチェアがあり、ゆっくりとですね、お食事なんかを楽しめる場所にもなっているかと思います。ここで簡単にですね、まあ営業時間やメニューの方をですね、ちょっとお知らせさせていただきたいと思います。オープンがですね11時、そしてですねクローズが0時となっており、まあ長い感じなんですけれども、間の時間で15時から16時がまあ中休みというか仕込みの時間ということでですね、1時間お休みされるということでですね、お昼に行ってもですねランチとしてですね、まあ名前の通りですねタコスであったりタコライス、まあオーバーライスとか他いろいろありますんでですね、そういったメニューも楽しめますし、まあ夜ですね仕事が終わったり、まあ買い物が終わってちょっとゆっくりするぞっていうタイミングでですね行ってみるとですね、まあちょっと一杯飲めるようなですね、もちろんですねオリオンビールっていうのもありますし、各種泡盛カクテルなどもですね、ご用意しておりますね。今回私伺った時間がですね18時に伺いました。で伺った時にですね、まあとりあえずですね、まずは沖縄のですね風を感じたいということでオリオンビールですね、こちらの方を飲んでいきました。この日はですねとても天候が暑くって、まあ、喉越しが爽やかなですねオリオンビールがですねちょっと写真を撮る前に一気に飲んでしまって、ちょっと変な感じの映り方になってますけどね、本来はいっぱい入ってますんでねで一応ですねこれトルティーヤになるんかな、なんかちょっと僕わかんないですけど、まあなんかオリジナルのちょっとあったかいチリソースもかかったですね、まあスナック感覚で食べられるものっていうのがありですね、これは何かな、16時以降に行くと18時以降に行くとですね、まあテーブルチャージ500円はかかりますけれども、こういったですねちょっとおつまみになるようなものっていうのもですね吸い出しのような感じで出していただけるんでね、飲むだけでもですね十分楽しめる空間とはなっております。そしてですね店内ですね、今私テーブルの席に座って飲んではいるのですが、それのですね一番奥側ですね、奥に行くとですね何やら三線っていうのもですね飾っており、ちょっと聞いた話によるとですねプレオープンの時にですねこちらの方でライブなんかも三線のライブなんかもやっているというお話を聞きですね、ちょっとここでですねまあどのぐらいかな、定期不定期になるのかな、ちょっと分かんないですけれども、そういったライブっていうのも楽しまれることができると思いますんでね、もう本当皆さんですね福岡は天神地区舞鶴にある、琉球タコスさんに行ってみてですねちょっと楽しまれてみてはいかがかなと思っておりますね。はい、私の話もこのぐらいにしてですね、また今一度ですね店舗の中身っていうのをしっかりと見ていきましょう。でこれまた2日目に撮ったやつなんですけれども、まあ入り口を入るとですね、まあ下にカーペットっていうかな、あの泥落とす、これが琉球タコスという文字が書いてあってですね、先ほども言ったように天井の方に釣り看板、びっくりする、もうこれなんかなんていうかな、沖縄のそのコザって言われる街並みになんかついているような看板のような、エイジングされたような看板かな、なんかイメージがあってすごく雰囲気はいいと思います。で所狭しとカウンターの横を歩いていくとですね、カウンターの横にはですね琉球ガラスを使った、琉球グラスかな、そういった色とりどりのですね綺麗なコップグラスっていうのもあり、天井にもですねワイングラスかな、シャンパングラスかな、なんかそんな感じでですねすごく綺麗にまとめられているような
雰囲気がありですね。でも先ほどもにも言ったようにですね、ところどころ至るところにですね、やはりその看板なんていうかな、ファッションプレートっていうかな、そういったものが飾ってありですね、どことなくなんかな、琉球というよりはそのアメリカンチックの雰囲気も含めてですね、似合ってるようなお店ですね。あと言い忘れたんですけれども、外観はこのような感じでですね、とてもですね紫と赤色、そしてですねきらびやかなフォント、サイン看板がですね目印になっておりますんで、ぜひですね見かけた際にはちょっと寄ってみてもいいかなと思います。そしてですね、以前私がご紹介したチンダミ三振店ってあるんですけれども、なんとそこの真隣にあるんですよねもうその福岡のですね天神地区のエリアで、沖縄の、まあ、三振であったり沖縄のですね、そういうタコスっていうのがですね2店舗並んでいるっていうのがですね、もうスーパーリトル沖縄って感じでですね、とてもですね雰囲気がよくですね、異空間というか沖縄にやってきたなという雰囲気がですね今回すごく感じることができました。で、まあ実際ですねこちらの方でオーナーをされているゆいさんという方とですね、いろいろとお話をさせていただき、本当にやはりその沖縄の出身、南国美女なんで、イントネーションとかが若干ですけれども、そのまだまだその沖縄の方言があったりですね、そういったところもあり、なんとなくですね沖縄に来てるような雰囲気、これがですね一番感じられましたね。それにしても今回ですね久しぶりにですねオリオンビールの生飲みました。めちゃくちゃ美味しかったっす。もう喉の渇いてる時はやはりオリオンの生ビール、あれが一番最高だと思います。というわけでですね、今回はですね、福岡は天神地区にある琉球タコスのお店のご紹介でした。気になるお店のですね内容っていうのもですね、改めて概要欄の方に貼らさせていただきますので、まあ、概要欄の方を見られてですね行ってみてはいかがかなと思っております。ということでですね、本日はですね改めて新しい企画というかですね、新しい企画というかなんかそんな感じでですね、今後ですね福岡で活躍されているような沖縄料理であったり沖縄のお店っていうのもね、これから交えてちょっと紹介していきたいと思いますんで、皆様よろしくお願いいたします。ということで本日は最後までご視聴のほどありがとうございました。それではまた次回皆さんお会いいたしましょう。じゃあね。